ハルク・ホーガン腕相撲でカナダ・トロントの市長と対決、そしてホーガン惨敗、なんだこれは。ホーガンもう今弱りきってんのよ。そうなんですか。あの奥さんとの離婚で全財産持っていかれたの。残ったもん何か知ってる？ハーレーダビッドソン。最初の方に釣りそうな財産持っていかれてハーレーだけ奥さんがいらねっつったんだよね。ホーガンお前ハーレー1台持ってお前アメリカ中放浪してたの。釣りそうだよお前。アメリカの離婚のシステム。ラジオネームチェーンギャング。実写版ルパン三世峰不二子役が決まらない。当初の予定では沢尻エリカ、本人が拒否。次の候補は仲里依紗、仲出し結婚のため失敗。他の候補に藤原紀香、深田恭子、長澤まさみ。つうかそもそもルパン役誰なんだよ。なんだこれおい。ルパンは誰だ。元冬木さんでしょうよ。いや実写版ルパンの元冬木さんしかいないでしょ。まあでも、まあ、元冬木さんで、あの米米コあの次元、はい、次元はコメコメクラブのあのジェームス・オノダさん。あ確かに。いやでも言ってますけど、石川越もあれでしょう、もうあの藤岡弘さんでいいでしょう。で峰不二子も浅岡育児さんで。いやもう決まってんの。世代がちょっともうアクションできない。はい、わかりました。ラジオネームチェーンギャング。ロシア人男性酔っ払ってマンションの8階から転落、うん、しかしその男性は何事もなかったかのように起き上がった、うん、病院で検査したところ軽傷のみ。久保塚世界は広いな。お前以上の人間は腐るほどいるみたいだぞ。なんだこれおい。すげーしたな。なんか陽介よりもすごい男がいるんだ。怪我しましたからね。軽傷です。すごいな。すごい。あげとこうか。ラジオのチェーンギャング、はい、ベリーズ工房のイベントに集まった客の人数30人プラス親の膝に乗った子供2人の合計32人。ん？台風の影響だもんね。しょうがないか。なんだこれおい。あ、そうなの。そういうとこあんのか。ベリーズ工房って言えば聞いたことあるかもしれない。いや、人気あるんじゃないですか。ね。うん。そうですね。ありそうだよね。はい。なんか AKB とかのなんか変な、なんか名前知らねえようなやつらよりはなんかこっちの方が人気ありそうだけどね。うん、なんかライブとかすごいんじゃないですか、人とかね。でもそんなもんだって天気がね。32人ぐらいだったら別に誰がやったってそれぐらい集まるだろ別に。どまあまあまあ、そんなもんがね、集まればそんなもんが別に俺 島田香樹さんとかでも別に何でも別に誰でも32人ぐらい誰でも集まんない。まあまあまあ頑張れば。長島のだって、はい、うん、長島散髪やりますよって言ったら30人ぐらい集まる。いや来ないでしょ。いや集まるよそんなもん。どういうことですか。断髪でもないです切るだけで来ないでしょ。ラジオネームチェーンギャング、大仁田敦史高藤力の焼肉店で無銭飲食。大仁田は4万5000円分の焼肉を平らげ、支払いはこいつにつけとけと高藤力の写真を押し付けた、うん、さらに帰りがけ店内にあった高藤力の写真を外し有刺鉄線バットに変えて帰宅。おい高藤力、大仁田先生と有刺鉄線爆破マッチ決定だな。なんだこれおい。嫌だから。いやそれプロレスだから。いやこれな、急にどうしたんだよお前。プロレスの煽りんじゃねえか、ただの。どうしたんだよ俺。笑っちゃうわ俺もう。ねえ、サラジオのチェーンギャング、はい、江住真紀子の自動車接触事故をベッキーが代理で報告。どうやらドアミラー同士の小さな接触で傷すらつかなかったみたいですよ。
なんで関係ねえてめえがシャシャリ出てきてんだバーカハーフの面汚しバーバー仕事ゼロそんで年金未払いの江角真紀子てめえも攻撃しねえと思ったらお間違いだぞ小さな接触事故じゃなくてバンパーべっこりいったらしいなしょんべん垂れ流して反省しろなんだこれおいいやどうしたいやこれまた俺だよまた俺がそうなりますよ悪態がすごいですよベッキーさん仕事ゼロじゃないでしょ。山ほどしてるでしょ仕事。忙しいよ。俺げんのことになるからごめん。ソセゴリ。ラジオネームチェーンギャグ。20代女性、彼氏にしたい男性の条件ベスト3。第3位、場の空気を読む。第2位、トラブルに対して冷静に対処。第1位、包容力。嘘つけ！どうせルックスと金だろう。俺なんかこの3つの条件全てクリアしてるぞ。小学3年生から高校2年の9年間いじめられてたから常に人の顔色を伺って空気は読める。9年間もいじめられていたから経験、いじめられてた経験からトラブル回避は得意。そして包容力、顔面殴られて歯が飛んでも笑顔で対応できるほどの包容力を持つ俺様がなんで風俗がゆの落ちぶれた男になってんだよ。20代のクソヤリマンの言葉なんて信用できるか。なんだこれおいね、え、わかりますけどね。ま, すね。まあ暗い。ラジオのチェーンギャング。時にはパイパン、時には剛毛。その実態は全人類の嫌われ者こと道端ジェシカさんが都内で行われた本の刊行記念発表会に出席し、記者からの結婚絡みの質問は全てシャットアウト。コメントもプライベートなことなのでと終始口数は少なかったようです。うんうん、お前さ。うん、女性人気も男性人気もないこと自覚してねえの？質問してきた記者の方たちもお前のプライベートなんて 100% 興味ねえよ。多分だけどアンジェリカともう一人のやつも興味ねえよ。かわいそうだな。俺と一緒だな。俺も彼女いない歴イコール年齢、弟からはゴミクズ扱い、誰からも相手にされてねえんだよ。ジェシカ先輩一緒にゲスナーやろうよ。こっちの世界楽しいよ。なんだこれおいという。ジェシカはまだあれなんじゃないか、ね、人気なんじゃなかった、知らねえけど。ジェシカがあの俺は応援してねえ、俺は応援してねえけどな。あ、道端三姉妹も関係ない話ですね。道端三姉妹と亀田三姉妹、うん、亀田三姉妹ってなんだおい。亀田三姉妹ブスそうだな。強そうだけど。強いだろうな。柔道にいそうだよな。亀田三姉妹。ラジオネームチェーンギャング。有吉さん、ウィッシュって言っている大悟をご存知でしょうか。そいつが大阪で行われたトークイベントで加納栄子を攻撃していました。例えば憧れの人に会うため誰かを利用するとか、そういう人にはならないようにしたいと思います。このコメントの理由は、大悟と加納が公私にわたる親友だったらしいのですが、加納の当時の目的は憧れのラルクのハイドに近づくことで、目的を果たした後は用済みになったからのようです。おいハゲ、お前自分のじいさん竹下首相を利用しといてここまでのし上がったんじゃねえのか。小沢一郎の玉金舐めて俺と加納と千鳥の大悟に謝罪しろ。なんだこれおい。何ですか小沢一郎の気持ちが焦っちゃって文章がめちゃくちゃだった。相当怒りは伝わってきますけどね。なんかやってましたね。チェーンギャング。中国のレストランが提供したカラマリ、日本でいうイカフライの中にピンク色のコンドームが混入、うん、女性客が異物に気づき、フォークですくってみたらコンドームだった。うわ、女性オーナーを呼んで苦情を伝えるとオーナーは逆ギレ。激しい口論の末、女性客はもしオーナーがこのコンドームを食べればなかったことにすると提案。オーナーはその場でコンドームを飲み込んだ。嘘。それでも女性の怒りは収まらず慰謝料請求。二人ともバカかよ。もうこのことに関してはごちゃごちゃ言わねえ。なんだこれおい。すげえニュース見っけだな。めっちゃすげえ、ドラマとかコントみたいな話だな。コンドームどうやって入るんですかね。え、それイカが飲み込んでたパターンなの。いや違うだろう、なんか多分店員がいたずらだったりとか、そんなんじゃない、嫌がらせだったりとか。あ、イカフライにどうやってコンドーム入るの。すごいな。これだから俺だったらあれだろうな、長澤まさみちゃんのおしっこが混入しているじゃないかってお客さん送ってきたらさ、
ちょっと待って、ちょっと、あ、お客さんの方じゃないんですね。お客さんがね、はい、ありがとうございます。これなんだ、長澤まさみちゃんのおしっこが混入してるじゃないかって、俺奥の方から、はい、なんか何か不都合ございましたかって出てきてさ、いや、これ長澤まさみちゃんのおしっこが入ってるじゃないの。どうして長澤まさみだって分かったんだろう。入ってるじゃないのさ。いえ、入っておりませんけども、うん、いや、だから入ってるじゃない、これ長澤まさみちゃんのおしっこがって、いや、じゃあ私が食べてみせましょうって、食べちゃうよね。何の話だよ。最初からおかしかったんだよ。なんで長澤まさみって分かったんだよ。スタートからおかしいんだもん。待ちきれなかったわ。おしっこ入ってるじゃないかって。食べちゃうおち待ちきれなかったわ。その実態は全人類の嫌われ者こと道端ジェシカさんが都内で行われた本の刊行記念発表会に出席し、記者からの結婚絡みの質問は全てシャットアウト、コメントもプライベートなことなのでと終始口数は少なかったようです、うんうん、お前さ、うん、女性人気も男性人気もないこと自覚してねえの？質問してきた記者の方たちもお前のプライベートなんて 100% 興味ねえよ。多分だけどアンジェリカともう一人のやつも興味ねえよ。かわいそうだな、俺と一緒だな。俺も彼女いない歴イコール年齢、弟からはゴミクズ扱い、誰からも相手にされてねえんだよ。ジェシカ先輩一緒にゲスナーやろうよ、こっちの世界楽しいよ。なんだこれ、おい、というジェシカはまだあれなんじゃないか、ね、人気なんじゃなかった、知らねえけど。ジェシカがの俺は応援してねえ、俺は応援してねえけどな。あ、道端三姉妹も関係ない話ですね。道端三姉妹と亀田三姉妹、うん、亀田三姉妹ってなんだおい。亀田三姉妹ブスそうだな。強そうだけど。強いだろうな、柔道にいそうだよな。亀田三姉妹ラジオネームチェーンギャング有吉さん、ウィッシュって言っている大吾をご存知でしょうか。そいつが大阪で行われたトークイベントで加納栄子を攻撃していました。例えば憧れの人に会うため誰かを利用するとか、そういう人にはならないようにしたいと思います。このコメントの理由は、大吾と加納が公私にわたる親友だったらしいのですが、加納の当時の目的は憧れのラルクのハイドに近づくことで、目的を果たした後は用済みになったからのようです、うん、おいハゲ、お前自分のじいさん竹下首相を利用しといてここまでのし上がったんじゃねえのか。小沢一郎の玉金舐めた俺と加納と千鳥の大吾に謝罪しろ。なんだこれ、おい、何それ、小沢一郎の気持ちが焦っちゃって文章がめちゃくちゃだった。相当怒りは伝わってきますけどね。なんかやってましたね。それでチェーンギャング。中国のレストランが提供したカラマリ、日本でいうイカフライの中にピンク色のコンドームが混入、女性客が異物に気づきフォークですくってみたらコンドームだった。うわ、女性オーナーを呼んで苦情を伝えるとオーナーは逆ギレ、激しい口論の末女性客はもしオーナーがこのコンドームを食べればなかったことにすると提案、オーナーはその場でコンドームを飲み込んだ。嘘。それでも女性の怒りは収まらず慰謝料請求。二人ともバカかよ。もうこのことに関してはごちゃごちゃ言わねえ。なんだこれ、おい。すげえよ、ニュース見っけだな、めちゃくちゃすげえ、ドラマとかコントみたいな話だな。コンドームどうやって入るんですかね。それイカが飲み込んでたパターンなんですかね。いや違うだろう、なんかその男性は何事もなかったかのように起き上がった、うん、病院で検査したところ軽症のみ。久保塚、世界は広いな。お前以上の人間は腐るほどいるみたいだぞ。なんだこれ、おい。すげえしたな。久保塚陽介よりもすごい男がいるんだよ。怪我しましたからね。軽症です。すごい、すごい、あげとこうか。ラジオのチェーンギャング、はい、ベリーズ工房のイベントに集まった客の人数30人プラス親の膝に乗った子供2人の合計32人、ん、台風の影響だもんね、しょうがないか。なんだこれ、おい。あ、そうなの、そういうとこあんのか、ベリーズ工房って言えば聞いたことあるかもしれない。いや、人気あるんじゃないですか。ね、うん、そうですよね。あれそうだよね、はい、へー、
ってます。なんか AKB とかのなんか変な、なんか名前知らねえようなやつらよりはなんかこっちの方が人気ありそうだけどね。うん、なんかライブとかすごいんじゃないですか、人とかね。でもそんなもんだって天気がね。32人ぐらいだったら別に誰がやったってそれぐらい集まるだろ別に。どまあまあまあ女の子がね集まれば。女の子が別に俺 島田香月さんとかでも別に何でも別に誰でも32人ぐらいで誰でも集まんねん。まあまあまあ頑張れば。長島のだって、はい、長島散髪やりますよって言ったら30人ぐらい集まるの。いや来ないでしょ。いや集まるよそんなもん。どういうことですか。断髪でもないのに切るだけで来ないでしょ。ラジオネームチェーンギャング、大仁田敦史、高遠力の焼肉店で無銭飲食大仁田は4万5千円分の焼肉を平らげ、支払いはこいつにつけとけと高遠力の写真を押し付けた、うん、さらに帰りがけ店内にあった高遠力の写真を外し有刺鉄線バットに変えて帰宅。おい高遠力、大仁田先生と有刺鉄線爆破マッチ決定だな。なんだこれ、もう嫌だから。いやそれプロレスだから。いやこれな、急にどうしたんだよお前。プロレスの煽りじゃねえか、ただの。どうしたんだよ俺。笑っちゃうわ俺もう。ねえ、さあラジオのチェーンギャング、はい、江角真紀子の自動車接触事故をベッキーが代理で報告。どうやらドアミラー同士の小さな接触で傷すらつかなかったみたいですよ。なんで関係ねえてめえがシャシャリ出てきてんだバーカーハーフの面汚しバーバー仕事ゼロ。そんで年金未払いの江角真紀子てめえからも相手にされてねえんだよ。ジェシカ先輩一緒にゲスナーやろうよ、こっちの世界楽しいよ。なんだこれおいというジェシカはまだあれなんじゃないか、ね、人気なんじゃなかった、知らねえけど。ジェシカがの俺は応援してねえ、俺は応援してねえけどな。あ、道端三姉妹も関係ない話ですね。道端三姉妹と亀田三姉妹、うん、亀田三姉妹ってなんだおい。亀田三姉妹ブスそうだな。強そうだけど。強いだろうな、柔道にいそうだよな。亀田三姉妹。ラジオネームチェーンギャング、有吉さん、ウィッシュって言っている大吾をご存知でしょうか。そいつが大阪で行われたトークイベントで加納栄子を攻撃していました。例えば憧れの人に会うため誰かを利用するとか、そういう人にはならないようにしたいと思います。このコメントの理由は、大吾と加納が公私にわたる親友だったらしいのですが、加納の当時の目的は憧れのラルクのハイドに近づくことで、目的を果たした後は用済みになったからのようです。おいハゲ、お前自分のじいさん竹下首相を利用しといてここまでのし上がったんじゃねえのか。小沢一郎の玉金舐めた俺と加納と千鳥の大吾に謝罪しろ。なんだこれおい。何それ、小沢一郎の気持ちが焦っちゃって文章がめちゃくちゃだった。相当怒りは伝わってきますけどね。なんかやってましたね。チェーンギャング。中国のレストランが提供したカラマリ、日本でいうイカフライの中に、うん、ピンク色のコンドームが混入、女性客が異物に気づきフォークですくってみたらコンドームだった。うわ、女性オーナーを呼んで苦情を伝えるとオーナーは逆ギレ、激しい口論の末女性客はもしオーナーがこのコンドームを食べればなかったことにすると提案、オーナーはその場でコンドームを飲み込んだ。嘘。それでも女性の怒りは収まらず慰謝料請求。二人ともバカかよ。もうこのことに関してはごちゃごちゃ言わねえ。なんだこれおい。すげえよニュース見っけだな、めちゃくちゃすげえ、ドラマとかコントみたいな話だな。コンドームどうやって入るんですかね。それイカが飲み込んでたパターンなんですかね。いや違うだろう、なんか多分店員がいたずらだったりとか、ね、そんなんじゃない、嫌がらせだったりとか。あ、イカフライにどうやってコンドーム入るの。すごいな。これだから俺だったらあれだろうな、長澤まさみちゃんのおしっこが混入しているじゃないかってお客さん送ってきたらさ、ちょっと待って、ちょっとお客さんの方じゃないんですね。お客さんがね、はい、ありがとうございます。これなんだ、長澤まさみちゃんのおしっこが混入してるじゃないかって、俺奥の方から、はい、なんか何か
不都合ございましたか出てきて、うん、いやこれ長澤まさみちゃんのおしっこが、はい